私間違ったことしてませんよね。結婚記念の旅行なんです。職場の同僚が亡くなって夫は後から来ることになって、膵臓がんだったみたいなんですけど、一人暮らしの女性で友達もあんまりいない感じで。本当は気づいていた。夫の中で彼女はずっと綺麗なまま、叶わないと思ってしまった。私の入り込む隙なんかなかった。嘘をつきました。よかった、あの人が逃げられて。